初めにね家から逃げ出したのは宇品のちょっと川上にねありますみゆき橋のねみゆき橋の東側のたもとのところまで逃げとったんですが当時何事があった時にはみんなバラバラに一致になったとしてもいつか一致に逃げよういう申し合わせがね家族の間でしてあったもんですからね私はその申し合わせを一途に守ってね川をザブザブ渡って逃げたんでありますよ、6つぐらい川を渡ったんですかね橋はもう燃えかかっておりますから橋を渡ることはできんかなちょうど干潮になったので川をザブザブ布団を担いで渡って逃げたんですそしたらね魚が3匹ねひょろひょろというんかね泳いできたというんか流されてきたというのか背中がねちょっと焼きの甘い焼き魚になったような感じの魚がねそれでも生きてねひょろ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 流されてきましたよそんなのねだからね一瞬の光で焼けたんだろうなということがとっさに頭に浮かびましたねそのぐらいの光線があったんだと思いますよこれでね途中でね一緒に逃げる言いましても仲間じゃないんですよ同じ方向へ逃げる少年がねおりましてねそれをね声で誘導しよったんですよね川を渡るときにね途中でね目が見えんようになった言うんですよでよく見るとねまぶたがね顔がうわーっと腫れてきてね上まぶたと下まぶたがひっついてこうどういうんですか物理的に目が閉じとるわけですよでそれを目を開けてやることもできませんしで手をつないでやろうかと思いましても手をも持とうとすれば皮がやけどでずっとむけるような感じですので声だけで誘導しておいこっちだこっちだこっちが浅いぞ言うてね声をかけてね渡った記憶がありますよでその子たちが途中それからどうなったかいうことは私は最後までの道連れとは思っておりませんでしたのでそんな子はたくさんいましたから一人一人面倒を見ることもできませんしどうなっただろうかなあれだけ見えんようになっとったら途中もうダメかもしれんなというふうに思いましたね。お姉さんはですね、当時、女学校を卒業したばかりの姉がもう一人おりましてね、当時は最近まあ韓国の方で徴用の問題とかいうようなことが起きておりますよね。徴用いうような韓国人半島の人だけに徴用ということがあったんじゃないんですよ。日本人も学校を卒業して仕事に就いてなかったらすぐ徴用がかかると言っておりましてね、工場の工員として仕事に強制的に就かされるというシステムができておりましてね、そういうこともあって姉も父親の銀行の行員
に採用してもらってね、銀行員として勤めとったんです。でも当時はその銀行としての仕事というよりも建物の解体業にも各職場から派遣されてですね、建物の解体業に従事しておりましたので、姉もその一人として作業に行きましてね、我々から見れば帰らぬままになったんですけども、帰らぬままになるということはどんなにか苦しかっただろう。本当にその苦しさがどういうんですか、私らも現場におりましても想像がつかんようなことだったと思いますのでね、思い出して、非常にこう悲しむわけですけども、本当に帰ってこないままです。ですから、中島かあの辺りのどういうんですか、建物疎開作業現場で、あんまりそこから逃げることもできずに亡くなったんだろうと思います。同僚の人が安倍さんも亡くなられました言うてからね、言うて息を引き取られたという話も聞いておりますから、ですから姉の遺骨もありません、あるといえば父親がですね、市役所の窓口へ行きまして相談しましたら、この辺になさいますか言うてね、遺骨を一人分くださったそうです。それで父親やむを得ずその遺骨をもらってきましてね、まあ十中八九も本人じゃ ないだろうと、まあそれだけたくさんの人が10万人近い人が行方不明のままで帰ってこないわけですから、その中の一人に当たっとるかどうかいうことは非常に疑わしい。だからね、中島平和記念公園にね、慰霊碑のちょっと西側にね、土まんじゅうが、丸いまんじゅうがありましてね、あそこは引き取り手のない遺体の遺骨がですね納めてあるんだそうで、そこへ、市役所からもらってこの辺になさいますか言うて遺骨をもらって父親が来たんですけども、一部分骨してその土まんじゅうにも遺骨を納めてもらっておるようなことです。ですから辺お参りした時にはあそこの土まんじゅうの慰霊碑にもお参りするようにしてはおります。そのぐらい10人ぐらいずつね、軍隊が来て遺体を焼きましてね、それが一緒の穴に埋めてあったんですから、だからその埋めた後の地面には竹が立ってありましてね、エブ札がついておって、男1女1性別不詳2とかね、まあ中には名前がこう分かる、着とった衣服からですね名前が分かる人もあるかとあったかと思います。名前が書いてありましたが、こんな竹が立っておってね、荷物のエブ札がねぶら下がっておって、それ 4,5 人ずつこう書いて、さっき言ったように男1女2性別不詳2とかいうような形で書いてあるんですが、それを見て歩いただけじゃね、
家族を探すということは到底無理だなという思いがしましたですね。それもね、遺体を処理するのにね、材木を持ってきてね、櫓のように積み上げて、その櫓の中に遺体を投げ込んでね、10人ぐらいずつ一緒に燃やすんですから、遺骨がまあどういうんですか、処理されたいうだけで、みんながごちゃ混ぜの遺骨になったんじゃないかなと私は思いますね。燃やす時にもそういう感じを持ってみましたね。あれじゃ一人ずつ処理できてないから、誰かわからん遺骨になってしまうなと思いましたけどね。まあそれはあの近くで10万人近くの人が死んだわけですから、それを一人一人懇切丁寧に処理はとてもできないかったと思いますけども、現実がそうだったんですね。このね、電車がね、割に早く回復しましてね、もう原爆当日から動き出したんですかね、なんかね、翌日はもう動き出したんだと思います。その電車へね、割に早い段階で私も乗ったんですがね、その頃ね、お金を持っとった覚えはないし、そうか言って電車に乗った記憶があるから、で電車賃は払うためか払うてないのか今となってはよくわからないんですけどね、電車のね、つり革やらね、支柱が真っ黒なんですよ。ほんでその真っ黒い支柱へすがろうと思って柱を持つとね、パッと白くなる。ハエがね、もうぎっしりいっぱい黒いハエが止まってね、そういう電車が走り寄ったんですよ。おそらくもう痛い家即こう宇治が湧いてね、肺がそんなに充満するほどおったんだなと思いますね。だからね、もう死体が腐る匂いがね、町中充満しておってね、特に土橋や東海地の辺から神谷町八丁堀の方にかけてね、まあ逃げ場がないぐらい死体が腐る匂いがね、充満しておりました。匂いを嗅ぐまいと思えば呼吸を止めなきゃいけんぐらいね、臭かったですね。それでね、それはなんぼ誰かが写真撮ったとしても匂いだけは写真撮れないからね、この現実に体験した私しかわからないことだと思います。ものすごい死体の腐る匂いがね、充満して悲しいことですね。で、瓦礫の中をこう歩きながらね、学校の行き帰りですよ、学校が春から始まったいうことでしょうね、防空壕があって、瓦礫の中に防空壕があって、その中を覗いたら遺体がまだ転がっとるいう状況の中で私らが通学を始めたんですよ。ものすごく残酷なことでしたね。非人道的な兵器であるということははっきり言えると思いますね。その非人道的兵器を
救った国も非人道的だったと私は思いますね。ですからね、私はね、原爆直後には思いましたよ。この敵は撃ちたい、この敵は撃ってやりたいと思いましたけどね、撃つ力もなくてね、悲しいですよ。だからね、戦争というのはね、本当にむごいことですよ。軍人でなくてもね、戦争の被害で命を失うこともありますしね。特に原爆なんかは非人道的な兵器ですね。そういう人道、非人道的な兵器を使うことができた国はどんな国なんでしょうかね。私は敵を撃ちたい直後には思いました。しかし敵を撃つ元気も力もなくて今日に至っております。ですからね、戦争は絶対やってはならんのです。勝った方も負けた方も非常にむごいことが行われるんです。戦争の時はね、殺すか殺されるかなんですから、相手を殺さないと自分が殺される、そういう状況の中に置かれるのが戦争なんですよ。だからね、戦争はあってはならんのです。私はそう思います。以上です。ありがとうございました。